皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、10月の27日、12時34分。昨日の、横浜 DeNA さんと、ソフトバンクさんの試合について、どういうような状況であったかと、そのあたり試合を振り返って、お伝えしたいなと思います。最初の方のイニングで、2点取られましたが、最初のスタート自体は、初回だったと思うんですけども、盗塁をソフトバンクの選手がして、それを戸柱選手が、しっかりと、アウトにしてというような形で、硬い状態から試合が始まったんですけども、ツーアウト満塁の場面ですね。ソフトバンクの、お客さんにファンの方で、髪の毛染めてる方たちがいらっしゃいましたので、そこ、罰を頭の中で描くような形で対応したんですけども、それで、2点取られてしまっています。で、これは私の対応はおかしいんじゃなくて、ルール設定が多分変になってるんだと思うんですよ。それまでの会話などで。っていうのは、途中で、ソフトバンクさんの方のベンチが移された時に、多分国語監督と、あともう一人誰かだと思うんですけども、それだったら俺たち側って言ってた場面があったと思うんですよ。で、それは、誰かからの声が聞こえてきて、なのか、未来からの声なのか何なのかは、それは、国防さんか、その言ってた人たちに聞いてみなければ分かりません。その日一日として、ドジャースと、ヤンキースさん、ドジャースさんとヤンキースさんの試合に関しても、昨日も私の方で取り組んでまして、しっかり勝ってますと。で、その後、例えばゴルフの試合があったりだとか、これも言い出したらきりないんですよ。あとラグビーの試合があったりだとか、ゴルフの方は少しその後もドジャースとヤンキースさんの試合が終わった後も意識して対応しようとはしていたんですけども、さすがに日本人選手全員が終わるまで待っていたら、そのご飯を食べるにしても、昼ご飯です。それプラス、シャワーを先に、18時30分からの横浜 DeNA さんとソフトバンクさんの試合が始まる前に、シャワーを先に浴びておきたかったと。そういうところを考えると、もうどこかで、そういうふうな局面が、絶対的に訪れるわけでありまして、それプラス、昨日、公明党さんの赤羽さんっていう元国土交通大臣で、もともと事務所はこの近くにあった方なんですけども、東京都知事の小池さんが応援演説プラスで近くの岡場駅に、演説に来てました。で、17時から、その演説をするということでしたので、それぐらいの時間だったら、現場行って、ちょっと大きな声で、小池さんと赤羽さんに、淡井圭介ですけども、河川水門開閉式ダム発電のことで聞きたいことがあるんですが、っていうことで、ちょっと声かけに行こうと思って行きました。で、演説が終わった後、声かけたんですよ。で、その後、選挙カーがまた、現場から離れていくときに、エネルギーの残存量問題で伺わせていただきますっていう赤羽さんの声は聞こえたんですけども、小池さんの方は、特に返答なしということで、ちょっとその辺のところは様子はわからないんですが、その辺のところで一瞬頭の中に、
描かれたのがその野球の得点だのなんだのっていうようなことなんですが、いやいやちょっとそれはやめておこうと、あの動画をその辺のことのこともあの動画で公開するっていうのをあのそれ専用の、もの、本日投開票ですから、まあ、20時ぐらいに動画の公開だったら、まあ、別に何の問題もないだろうだとか、まあ、そういうふうなことを、考えた上で、まあ、とにかく、横浜 DeNA 対、ソフトバンクさんの試合に取り組もうというような形で、取り組んでいました。で、まあ、もう一度そのお客様の中に髪の毛を染めている人たちがいた時に罰印、基本的にはこれで合ってるんですよ。で、それは海洋基本法違反であって、ライトの梶原選手が、1、2塁間を抜けていった時にボールを、ちょっとお手玉した時がありましたけども、それ言葉に出しながら、一人だけ違うことをしているっていうことを言ってたと思うんですけども、それ学校の先生が言ってたことなんですよ。例えばあの髪の毛を染めてる人間が、生徒で現れたとしたとすると、一人だけ違うことをしてるでしょっていうようなこと、学校教育で、まあ、髪の毛染めたことある人だったら言われたことがある人結構いると思うんですよ。で、ほとんどの人間はまず髪の毛染めたことないと思うんですよ、あの学生時代に。で、まあ、言われたことのある人を見たことあることだったらあると思うんですけども、まあ、そういうような形で多分電波でそういうふうな言葉が梶原選手に聞こえてきてると思うんですよ。で、あとはまあそのソフトバンクの小久保さんなんですけど、この間のドラフト会議でも別にあの僕は考えてもないし心の声でもあの伝えてないような内容が小久保さんに聞こえてるみたいで、まあ、その内容を小久保さんが言ってるんですけども、お前じゃないだとか、ドラフトのその抽選、もしかしてほぼ貞治さんの声が聞こえてないですか。まあ、それを言うのは、僕もあるんですよ。王貞治さんからの声が聞こえてくるっていう、これは王貞治さんなんですけども、それ人間が言ってるのかコンピューターが言ってるのかこれ分からないんですよ。で、梶原選手のケースだと、これ多分もうほぼほぼ、もう 100% と言ってもいいぐらい 99%、コンピューターが言ってると思うんですね。で、あんまりその辺のところを聞こえてきた内容を、その、全員がその内容通りに、信じて動いてしまうような世界になってしまうと、まあ、ドラフト会議の時のその抽選に関しては、お前じゃないって言われて、まあ、札を見て、まあ、当たり外れっていうのは分かるわけであって、行動した後ではありますけども、これを先にコンピューターから言われてくるようになってしまって、人間が鵜呑みにして動いてしまうと、未来からの声かと。そうなってしまうと、全員コンピューターに操られる社会になってしまうんですよ。だからそういった懸念がありますので、試合中に僕は声を出して、様々なことを言いました。先ほどの、内容もそうですし、まあ、その喋って言ってる内容が現地の人たちにどれぐらい聞こえていたのかどうかはわからないんですけども、まあ、今一応、言って伝えています。で、その2点の入り方は、その、ソフトバンクのファンの人が髪の毛染めていって、そこに罰をつけたんだから、その対応してるのは私であって、で、試合の勝ち負けを取り組んでるのは私ですから、だからまあその時はまだジャクソン投手、先発のジャクソン投手がマウンドだったと思うんですけども、しっかりと抑えれるっていう場面になってないとおかしいと思うんですね。で、その後ですね、その、だからその、毛染め関係の人たちの、怖いところは、例えば、昔 NHK の
スポーツアナウンサーで杉浦優輝っていう女性アナウンサーがいましたけども、まあ、割と私とある程度年齢が近いところで、ちょっと年下のものです。で、髪の毛を染めていて、まあ、ヴィッセル神戸、その年3位になった年なんですけども、その心の声でヴィッセル神戸の、勝ち負けのことを考えていて、まあ、向こうは対応するようなことを、まあ、表現してるというか、遠回しに言ってるというか、けどそれ髪の毛染めてる人間に任すと、ヴィッセル神戸の試合、まあ大体サッカーの試合って水曜日と土曜日、もしくは日曜日だとか金曜日とかに試合週2回大体行われたりしますけど、ほぼ100発100中で足の肉離れというか、こもら返りって言ったらいいんですかね、もういたたたたたって言いながら、もうのた打ち回るぐらい、ひどいような状況が出来上がっています。だから、まあ、もともとスポーツアナウンサーに髪の毛染めてる人たちが多いでしょう。あの人たちに絶対任せたらダメなんですよ。で、そこで、そういう部分があったせいか、まあ、まあ、ファールボールで、戸柱選手の左腕に、結構勢いのある打球が当たって、で、一時試合が中断してましたし、周東選手は自打球が発生していると。だからそういうふうな内容、まあ、基本的に、まあ、自打球、僕は天の神様への安全のお祈りをしていて、その内容通りに物事が進んでいるときって、自打球に関しても、そのプロテクターのところに当たったりだとか、そんなにひどく痛い目に遭うことってまず見当たらないんですね。だから、まあ、その辺のところで、その、あと言葉の後で俺たち側っていうのも、まあ、できれば、使ってはいただきたくない類の言葉でもあるんですよ。で、まあ、その辺のところに関しては僕は動画で正々堂々と公開してますから、だから、ソフトバンクさんが言ってることに関しては、まあ、今年は横浜 DeNA が優勝する番であると。で、これは、来年は楽天さんっていうことを僕は言ってるんですよ。で、セリーグとパリーグが日本一の優勝回数、大体揃ってる話があるじゃないですか。去年阪神タイガースが優勝したから、じゃあ今年はソフトバンク、パリーグのソフトバンクさんかっていうと、そういうわけにはいかないんですよ。いかないんですよ。法の下の平等ですから、第二次世界大戦の後の優勝回数で数を揃えていくと。で、楽天さんに関しては途中からできた球団ですけども、まあ、他の球団は名前が変わっていても、まあ、本拠地が変わってなかったり、まあ、ソフトバンクさんのところに関しては、ちょっと優勝回数が多すぎますんで、それもちょっと待ってくださいなんですよ。だからこの状況を全部整理整頓していって、法の下の平等とは何かっていうと、今年絶対横浜 DeNA さんが優勝して日本一になって、来年楽天さんが日本一なんですよ。これでパリーグとセリーグの優勝回数が揃ってくるのと、今年逆にソフトバンクさんが優勝されてしまうと、どれぐらいややこしくなるかって言ったら、楽天さんが今度日本一になりにくくなってしまうんですよ。来年、じゃあ、セリーグの番かという話になってしまうわけじゃないですか。だから、そういった部分も含めて、まあ、私の方は対応してるんですけども、まあ、横浜 DeNA さんが、優勝するように。その辺のところはしっかりと、全体的に、報道関係者の人たちにも周知していただきたいです。で、まあ、昨日の試合途中から変になってたのが、頭の中を渡そうとしたら、その脳梗塞みたいな形が発生していて、その、俺たち側っていうことを多分国防さんが、まあ、聞くような形で言ってたじゃないですか。まあ、僕は DeNA 側って言ってるのに、なぜか、だ相手チームの方に頭の中が行ってるのか、なのかよくわかんない状況になった時に、その、すんなり頭の中を渡せるような状況ができなくなって、脳梗塞みたいな形になるんですよ。だからまあ、もともとは本当は最有機の、頭を締め付ける輪っかっていうのがあったわけじゃないですか。その、和尚さんが誰かがこう、お経を唱えたら、その、懲らしめるみたいな形で、頭を締め付けるっていう表現をしてるんですけども、だからもう多分昔から神がかり的な力とかで、そのコンピューターがなかった頃から、その脳梗塞だとかそういったものがあったと思うんですね。で、そういったところからできたお話だと思うんですけども、
な裏切ってる裏切ってないみたいな話だと思うんですよ。で、まあ、その脳梗塞状態から抜け出したのが、まあ、終盤、8回か9回か、それぐらいですね。で、そのあたりの終盤のイニングでも、中盤か終盤で追加点を取られて、5対0にまで、なりまして、で、それでも、最後まで試合に投げ出さないというようなスタンスで、取り組んでいました。まあ、どこでどういうふうなその言葉のワード、いろいろまあちょっとメモもしてたんですが、まあ、メモをしている間に試合はずっと進んでいくわけで、例えば今日の、ドジャースさん対、ヤンキースさんの試合で山本由伸投手が投げてましたけれども、ちょっとこれはメモしといた方がいいなっていう時に、山本投手が投げてる時ですよ。メモしていた後、時どうなってたかって言ったら、ストライクが入ってなくて、ツーボールのストライクになってたんですね。メモが終わった後。だから、そういうふうな形で、とにかく私の方としては、試合に取り組む頭の中の供給だとか、まあそういったことを、言葉の組み上げだとかをずっとこう、しなければならない部分がありまして、まあなかなか、大変な部分ではあるんですけども、その大砲消滅に関しての、天の神様へのお祈り、安全のお祈りっていう中には、もちろんホームページは IKS 君の歴でもいいんですけども、その大砲消滅のことが記載してあると。で、今日も朝、本当は、全般的にほぼ、快晴なぐらい晴れてたんですけども、ドジャースとヤンキースの試合が終わった頃には、今も完全に曇ってるんです。朝のその快晴のところの映像を撮影できてたらよかったんですけども、こういうふうな形で、だからまあ大雨にならないように、まあ雲を取ってる、まあ風に関しては取り方がちょっと甘いんですけども、まあもう少し風を取ったらいいと思うんですけども、まあその辺のところが、野球の試合があったからなのか何なのか、それはちょっとわからないです。まあ、だけども、まあ、防災に関しての対応は、まあ、してるかしてないかで言うと、それなりにしています。で、まあ、そういうような部分があって、昨日の得点は最終的には、3対5と最終回に3点を取るような形で、まあ、天気関係の、3点っていう話があったと思うんですけど、まあ、台風消滅に関しては5点であり、だから誤りの失点、5失点に横浜 DeNA さんがなってるんですね。だから今年の、日本シリーズに関しては、横浜 DeNA さんに誤りの失点、5失点はなしですと。謝るって、謝罪じゃないですよ。その間違えてしまった誤りの失点、誤失点で、本当はソフトバンクさんも間違えてるんですよ。だから俺たち側っていうことをベンチで言ってた後、その2点取られてしまってますから、だから、その辺のところで、ちょっと物事が変になって、ているとで、まあ、これ、昨日の試合に関して、その途中の試合の中盤とかで、3点差で勝つだとか、まあ、そういうふうなことを、考えていたら、まあ、台風消滅ですから、まあ、まあ、本当は5点ぐらいある話だとか、いやいや、もう3点差でも絶対勝てる話だとか、まあ、ドジャースさんの試合は、昨日に関しては1試合目、途中で考えてるんですよ。3点差で勝つという内容。で、その通りに、なってます。で、昨日の試合に関して、まあ、得点の方向で物事を考えるのであれば、まあ、その3点プラス、暴力団潰し。まあ、その元は本当は、その、田岡五伝、山口組のその田岡っていうものは、田岡誓約書っていう、まあ何回もこの話してますから、もう一旦その山口組
暴力団潰しは6点あるっていう話、これはもう解説席の人たちが今までの試合で昔から何十年も前から何回も言ってくれています。6点あっていいと思いますだとか、まあその辺のところからもう6点っていうような形になってると思うんですけども、試合中に僕はその内容を込み上げていたら9点取っていた可能性があるんですね。だからそれで逆転して勝っていたとも受け止めれますし、まあ最初の2失点がなかったとしたら、まあ3対2でも勝ってるんですよ。だからあとはまあ他の試合で言うと、例えば、エンジェルスに、大谷翔平選手が所属していた時に、先発で投げた時に、黒星がつきそうになったんですよ。で、相手ピッチャーが、まあ、確かその頃はヤンキースに所属していたチャップマン選手だと思うんですけども、世界最速当時ですね、左ピッチャー、世界最速の男だったんですが、まあ、やっぱり防御率いいです。その時も、ストレート投げたら、だいたい160キロ超えてくるんですよ。162とか。で、そういうふうな状態で、こういうふうに、大量得点の差つけられてたんですけども、エンゼルスは逆転勝ちしてるんですよ。もうチャップマン投手 もうベンチ戻った時に、もう汗がボタボタ流れてるんですけども、汗がこう落ちているところがもう帽子のつばから、汗がボタボタ、落ちるぐらい、もうすごい汗だくになってる状態ですね。だからまあそういうふうな、例がありますので、たとえ5点差ついていようが、まあその試合を、投げ出すことはないと。まあそういうふうな形で、最後の最後まで神一重だったと思うんです。昨日の試合に関して。まあ、結果は3対5ですけども、2アウト、ランナー、1、3塁で、バッター、牧選手で、まあ、左中間方向に、ややセンター寄りで、打球が飛んで、センターの選手に追いつかれてるんですけども、もう少しレフト方向に、3メートルか5メートルぐらい、まあ、5メートルぐらい横に来た時に、レフトの選手が追いつくかどうかみたいな形になってくるかと思うんですけども、多分5メートル横ぐらいだったらまだ大丈夫だと思うんですよ。そのあたりに打球が飛んでたら、もう絶対抜けてるわけじゃないですか。そしたら、同点にはなっていて、まあ、ツーアウト同点で5対5で、ランナー2塁、まあ、クッションボールの跳ね返り方とかによったら、その外野手が、ダイビングをした時に抜けていって、もう一回そこから立ち上がって取りに行かなきゃならない状況とか、もしかしたら、その5メートルのところだったらセンターとレフト両方ダイビングして、両方ともそこから立ち上がって取りに行かなきゃならない状況だったら、サードまで行けてる可能性があるわけじゃないですか。そしたらその後、誰かが、ヒットを、打つだけでよかったわけで、フォアボール、まあ、ファーストとか、セカンドが空いてるから、まあ、フォアボール関係のところでボール球を振らせればいいっていう形で物事を進めるかもしれませんし、相手バッテリーが。だからまあ、その辺のところでもし打球が抜けていたらっていうところを考えたら、本当に神一重だったんですよ。で、ツーボールノーストライク、牧選手の時に、もう僕そこ、もう狙っていきましょうというようなことを、心の声で伝えてるんですよ。まあその時、結局、多分際どいあたりのボール球だったと思うんですが、まあそれを、振りに行くような形になってるんですけど、まあその辺のところが、まあ勝負ごとの、まあどう出るかっていう部分ですね。もしその時に、僕はその言葉の心の声を投げかけないでいれば、打ちに行かなくて、スリーボールノーストライクになってたかもしれないですよ。まあそしたらもうそこまで来たら多分フォアボール、ピッチャーの荒れ方からすると頭の中の供給がかなりスムーズに、大量供給が綺麗な形でできてましたので、あとみんな止まったりとか、いいように試合の流れ自体が、最終回の9回ですよ、流れて、まあ、ファーストへの、まあ、ピッチャーゴロ
をファーストに、まあ、ちょっとファースト寄りのゴロだったんですけども、まあ、急いで送球してファーストに投げなきゃならないっていう場面だったんですけども、送球が、ちょっとそれっていてファーストの選手が、取れなかったっていうところで走者と送球が重なってしまってるんですよ。で、それでファーストの方が取れなかったと思うんですけども、ああいうふうな現象が発生してくると、だからまあ昨日の試合に関しても、まあ、僕としてもどの辺のところでどう対応するべきだったかっていうところを考えると、暴力団潰しのことを思い出したらよかったんですよ。で、いやこちらに6点ありますよと、まあ、それだったら最終回の場合だと6点取れば、逆転するわけになりますから勝ってるっていう試合なんですよ。いかなる状況であっても、勝負ごとを投げ出してはならない。まあ僕もね、正直5対0になった時に気持ちは一瞬こうもうこう何かこうボンダがあるごとに、まあテレビの画面がまあこの辺りにこう置いたりしたんですけども、なったりとかありました ありましたけども、だけどもいやもう試合を投げ出すんだけどもう絶対やめようと、もう頑張ろうと、まあそういうふうな形で、まあ次の日の今日の朝の試合のドジャースの試合とかもちろんいろいろありましたよ。で、まあ昨日もゾゾマリンメジャーリーグ、ゴルフのメジャーの国内、日本国内の試合だとか、まあいろんなことがあるわけじゃないですか。でそれプラスもう女子ゴルフとかもそういうことまでいちいち気にし始めたらキリがないんですよ。だからまあもう昨日は、もうメインは、ドジャースさんの試合と横浜 DeNA さんの試合をしっかり勝ちに行くと、まあ、そういうような、形で、動いてました。で、まあ、あとは試合中に、まあ、僕はエネルギーの残存問題とか気にしていたりだとか、でソフトバンクの、ベンチの人たちが途中で、お前やーっていうことを、大声で、叫ばれてる人が、複数いましたっけ？聞こえてきてる内容。まあ、その試合を長引かせてるような部分か何かで、そういう風に言ったのか、まあ、その辺のところなんですけども、それはもともと、NBA の残存問題のところからなんですよ。で、まあ、延長戦はもともといらないのはいらないとして、ペナントレース中ですよ。で、まあ、クライマックスシリーズとか日本シリーズでもその引き分けっていうのを取り入れたらいいっていう部分とかももちろんあるんですけども、エアコンを使われるかどうかなんですよ。で、あの球場はエアコンを使われるような球場じゃないわけであって、でまあ、次の日も日曜日だし、もうそこもう短期決戦だから、多少試合が長引いてももうこちらとしてもう勝ちに行くしかないんですよ。だからまあそれでその試合を長引かせてるのが原因が僕みたいな形で言われてもそれは違うんですけども、それとも試合の勝ち負け取り組んでるのが僕っていうことを言ってたのか、まあこれはご本人の方たちにメモして、記録していただかなかったら、まあ後からその内容を、お互い、まあどういう意味で言ってたかっていうところを紹介して、まあ照らし合わせるっていうことをですね、確認しなかったら、まあこれはちょっと難しい状況ではあると。まあどういうふうな意味で言ってたのか。ということで、まあ、昨日の試合に関しては、まあ、形的には負けているんですけども、まあ、僕的には、負けた気はしないような、試合でした。ということです。今日も、横浜 DeNA 側で、まあ、そのね、今日ね、今日も横浜 DeNA さん側でしっかり試合勝ちに行くと、まあ、そういう形で試合に取り組むんですけども、昨日その選挙のね、あと、春山整骨院に車が来たりとかしてたんですよ。で、そこで、いや、まさか赤羽さん
あと選挙カーどっか近くに止めてすぐに車で来るわけないだろうしと、何台かいろんな車が来てましたから、で、まあどうせ違うだろうと、まあ、明日投開票ですし、選挙中って忙しいですから、もうその時に僕は考えたのが、まあ、いくらでもこれはないかと。まあけど、まあ、選挙カーは20時ぐらいまでですし、昔で言いますと、まあそこまで遅くまで、選挙カー走り回らせてる人ってまずいないんですが、今時は。通内容を原山整骨院に来た車にを見た時思ったんですよね。それが相手に聞こえてる可能性がまずあるわけじゃないですか。そしたら20時30分ぐらい、ここの横を階段を、どん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 こう踏み鳴らしながら上がっていく人間がいたんですが、もう男性か女性かもわからないです。まあもうそんなことをね、その階段を上がっていく人間ですよ、どこの誰かわからない、その公明党の人なのか、どこの誰か、もう晴れも整骨院の人間なのか、全くわからないような状況で、その試合を途中で投げ出して見に行くかって言ったら見に行かないわけじゃないですか。で、まあそういうふうな、まあ内容の中で、まあ昨日の試合があったということです。なんかまあドジャースが勝ったから横浜 DeNA さんが負けるんじゃないんですよ。そういうような形には絶対なってないです。今までの経験上。オリンピックの試合とかでもそうですし、1日、多い時では20試合ぐらい取り組んだりしてます。勝ち負け。で、まあやっぱり今まで私も場数が全然違いますから、あと持ってる理由だとか、そういったところが。やっぱり頭の供給をたくさん行えるような方法っていうのは知ってますか？その理由付けで頭の供給を、たくさんしたり、まあ、特典の、元理由っていう形にしたりしていて、まあそういうような部分でコンピューターさんも稼働してると思うんですね。で、まあ、そこにはエネルギーの残存量問題があって、河川水門改式だ、発電、その資金源だとか、まあいろんなところがあると思うんです。で、まあ本当に、今回の横浜 DeNA さんの試合も、全力で、日本一狙いますし、まあ、あとは、その辺プラス、あとは法の部をどうとか、その辺なんですよね。だから、その辺のことを考えたときに、戦後、第二次世界大戦の後の優勝回数を考えたときに、横浜 DeNA さんの前はベイスターズさんであって、その前は太陽ホエールさんであったと。太陽ホエールさんの時は、もう本当にもうすごく、最下位の数とかは多くて、だからその辺のところが、もしかしたら昔の歴史で言うと、横浜 DeNA さんとかが犠牲になるような形で、東京勢のチームが勝っていたのかもしれませんし、だからその辺のところは法の下の平等で、優勝回数を揃えていく話で、進めなければならない。で、去年、阪神タイガースが日本一になったからといって、じゃあ今年横浜 DeNA さんは日本一になれるんじゃないかって言ったら、来年の楽天さんのことを考えたら、東日本大震災の理由でしか日本一1回しかなったことないと。そしたらもう、来年楽天さんが優勝しやすいようにするにはどうしたらいいかって言ったら、今年も横浜 DeNA さん勝つしかないんですよ、優勝するしか。そういったこと込みで、皆さん、ご対応していただけたらなと思います。まあ、バッティングの質なんですけども、まあ、最終回、追い上げるような形で、3得点、していました。で、バッティングの仕方はもう、ああいうふうな形でいいと思います。今日は、ハマスタジアムでしたっけ？横浜 DeNA さんの、本拠地で、試合がありますが、ソフトバンクさんの球場に行った時に、無風であって、
で、まあ、ラッキーゾーンまでありますと。となると、特にどちらかというと、横浜 DeNA さんの方が、体格的には飛距離出る選手多いと思うんですよ。まあ、その辺のところを考慮すると、まあ、今まで通りの従来通りの打ち方、まあ、ただし、ツーストライクまで来たら、やっぱり、コンパクトなスイングで、軽打といいますか、しっかりとヒットゾーンに、緩い打球でもいいから、ヒットゾーンにボールを持っていくと、まあ、そういうような、打ち方で、対応すると、そうじゃなかった、ボール球にバッと止まらなくなったりするじゃないですか。まあまあ、その辺のところで、対応していただけたらなと思います。ちょっと話長くなりましたけども、以上です。まあ、本日も、ドジャースさんの、試合が終わった後で、まあ、この後競馬の方も対応しようかなとは思ってるんですが、まあ、合間合間ということで、対応しようかなと思ってます。まあ、国内のレースでちょっと以前も去年のジャパンカップにちょっとついた馬がいて、それついてあげなかった場合どうなるのかなとか、まあ、ちょっとそういう部分があって対応しようかなと思ってます。まあ、心の中でも否定してるんですけども、横浜 DeNA さんを犠牲にするような形で、試合を取り組むわけではありません。あ、そうそう、あと言い忘れてたのが、三浦監督の報告終わりっていう、その試合前の始まる前のそのいろんなそのデモンストレーションといいますか、まあ、開幕式といいますか、日本シリーズの、まあ、ああいった場面で僕はいろいろ言葉のワードを、まあ、iPad で撮影しながら、テレビの画面を iPad で撮影しながら、いろんな言葉のワードを組み上げて、こっちにも記録を残せるんですよ。そうすることによって、こちらには証拠はありますよと、そういうような形で、その世界のルールは法律とか組み込んでるのはその辺なんですよ。だからそういうような部分とかをしっかりと、まあ、ちょっと最初いろいろ聞き苦しいこととかあるかもしれませんけども、そこちょっと踏ん張ってもらって、乗り越えてもらった方が、その後も、対応しやすいかもしれません。っていうのは心のワードとかが、まあ、やっぱり国母さんの方が怪しいですね。最初の方のイニング、盗塁ね、戸柱選手が、きっちりとセカンドに送球して、確か、呼んで外して送球してましたよね。だから、きちっとしたことができてるんですよ、最初の始まりで。俺たち側とかこう、聞いてきた時の、その、国母さんだとか、まあ、その辺のところですね。まあ、そういうようなところは、私が公にしてますので、横浜 DeNA 側であると。だからまあ、そういったところでしっかりと勝ちに行ってますので、皆さん、ご協力ご対応のほど、よろしくお願いいたします。以上です。